ベレンゲラは、カスティーラ王国の女王。レオン王アルフォンソ9世妃でもあった。カスティーラ王権レオン王フェルナンド3世の母。ベレンガリアとも呼ばれる。アルフォンソ8世と王妃、レオノールの長女。妹に、ポルトガル王アフォンソ2世紀浦が、フランス王ルイ8世妃ブランカ、アラゴン王ハイメイ1世妃レオノール、弟に、カスティーラ王エンリケ1世がいる。 1180年に誕生した直後から、王位継承者に定められた。これは1158年に、カスティーリアをサンチョ三世と、レオンオー・フェルナンド二世兄弟が結んだ、サーン条約で、両国の王家がどちらか耐えた場合、もう一方が両国を相続することを決めたため、アルフォンソ八世は、早急に後継者を定める必要があったからだった。 婚約者も1187年頃に新生ローマ、皇帝フリードリヒ一世の息子コンラートと決められた中で、ベレンゲラは、王位継承者として母から妹たちと共に育てられ、音楽や読み書き、宗教を教わった。翌1188年にカスティーリアで婚約式が開かれたが、1189年に弟フェルナンドが生まれたため王位継承権は、 フェルナンドへ移り、母方の祖母アリエノールデキテーヌの介入で婚約も破棄された。婚約式には十王にあたるレオン王アルフォンソ九世も出席、父への真珠を誓ったが、1195年のアラルコスの戦いで、父がムワヒド朝アミール・ヤークーブ・マンスールに大敗すると手のひらを返してカスティーリへ侵攻した。こうした状況を改善するため、 レオンとカスティーリアの和睦を図る母の提案で1197年にアルフォンソ9世と結婚した。アルフォンソ9世は前年の1196年にローマ教皇ケレスティノス3世への干渉でポルトガル王3種1世の娘テレサと離婚していたが彼との間に息子フェルナンドを設けるなど夫婦仲は円満であった。だが、 1204年に代替わりした教皇インノケンティウス3世の干渉を受けて離婚を余儀なくされフェルナンドを残してカスティーリアに戻り父を補佐した離婚でフェルナンドのレオンを多い継承権も否定されたが1206年に父とアルフォンソ9世が結んだカブレロス条約でフェルナンドの多い継承権が確認されインノケンティウス3世からも条約を認められたことで アルフォンソ九世と前妻テレサの子供たちより立場が有利になった。カスティーリャ宮廷ではフランスへと継いだブランカを除いたテーたちと暮らしていたが、1211年に弟フェルナンドが亡くなると意外を運ぶ列を先導した。翌1212年、父がカスティーリャやキリスト教国連合軍を率いて、ムワッヒド朝とナバスデトロサの戦いで対決。 勝利した父から報告を受け取ると、フランスにいるブランカに書き送った。1214年、父と母が、相次いで没したタメベレンゲラのマッテーエンリケ一世が、即位するが、まだ幼年であったタメベレンゲラが、後見人となって、政治を取り仕切った。しかし、重心のアルバロヌニエスデララと摂政の地位をめぐって、争い、エンリケ一世は、 アルバロラララ家に牢落されるが、1217年6月6日、エンリケ一世が死死なくして、自己死したため、ベレンゲラ自身が女王として即位することとなった。カスティーリャ国民は女王よりも、その聡明な息子、フェルナンドの即位を望んだため、ベレンゲラは、同年のうちに息子を、レオンから呼び寄せて即位させ、自身は、その後見人となった。1230年、 元夫とアルフォンソ9世が没すると懸案だった、レオンの王位継承権に決着をつけるべく、アルフォンソ9世の前妻テレサと話し合い、彼女の二人の娘サンチャとドゥルセに土地と年金を提供、レオン王はフェルナンド3世が継ぐことを取り決めた。そうして、フェルナンド3世に、レオン王位を継承させ、カスティーリャ王国と、レオン王国の平和的な再統合に成功を収めた。 イゴレ・コンキスタで、フェルナンド三世が遠征に出るときは代理で、カスティーレを治め、息子へ、軍隊や食料を送り広報支援に努めたが、1246年、ブルコスのサンタマリアデラス・ウエルガス王立修道院で死去。遺体は、同教会に埋葬された。ABCDLO P67、西川 P146、P150、P152、 p155 芝 p130 p132 西川 p152 p158 ローマックス p166 p167 芝 p132 p133 西川 p158 p162 ローマックス p175 西川 p162 p163 ローマックス p180 芝 P145P146、西川 P165P167、ローマックス P195P206、芝 P146、イエロ P74、西川 P167P168、ありがとうございます。